第1試合オープニングマッチ、小川義成対熊野仁志。生まれ変わるその先に果たして何が生まれるのか。そして2017年この1年間どんなドラマが果たして待ち受けているんでしょうか。新たな戦いがここからスタートします。エメラルドグリーンが新たなスタートを切る、そのオープニングバウトです。まずは青コーナーから熊野仁志登場。杉浦隆の発言にいち早く反応した選手の一人、熊野仁志。どんな生まれ変わる姿をこの2017年見せるのか。この一戦に勝って新たな戦いへ、新たなステージへ突き進むことを宣言している熊野です。一方その前に立ちはだかるベテランの小川義成です。25歳熊野仁志、50歳小川義成、年齢キャリアその差は大きい中で、この両者のマッチアップ、シングルマッチで2017年のノアが幕を開けます。小川にとってもキャリア30年というプロレス人生、またこれまでとは違ったスタートを切るということになるんでしょう。2017年ファンの期待を背負ったまま、新たな航海へと、大海原へと、今ノアの箱舟が進み出ていきました。2017年年始めの戦い、熊野小川というこのシングルマッチで今後来ました。まずは両者が、いや簡単にはいきません。相手のリズムを崩す、このあたりは小川義成ならではというところでしょう。熊野はラリアットをかわしてショーダーでぶち当たっていきました。鈴木君から離れ、杉浦隆はノアをまとめて相手してやる、そう先月宣言がありました。今くすぶっているやつ、何か考えがあるやつ、このままではダメだと思っているやつ、そういったやつらは動けと杉浦の大号令がかかりました。それに対していち早く反応した一人が熊野でした。全選手、ベテラン、キャリアがある選手、もちろん今日の相手は小川、こういったあたりももう構わず全員を叩き潰していく、杉浦にも向かっていく、その杉浦に横に立って戦いを挑んでいく、そんなような戦いにしたい、そう話していたこの熊野です。ただここは熊野が小川に捕まるという展開になっているでしょうか。熊野にとっては実は年始めの戦いということになりますと苦い経験があります。2年前2015年の年始め、1月10日ここ後楽園ホールでした。その試合でもこの小川とのシングル戦で幕を開けました。ただその一昨年2015年のこのシングルマッチではわずか2分32秒で小川義成に敗れ去りました。年始めとしては最悪のスタートでしたと振り返っていた熊野です。あの2年前年始めの戦い、同じカードになりました。今年はこの2年間あの時とは違うという思いでやってきた、何としても白星スタート、自分はこれから2017年 GHC ジュニア、その王座の戦いに向けて登っていかなければいけないと、そう決意を新たにしていました熊野仁志です。この序盤は小川義成の、まあ、ベテランならではといった動き、その前に翻弄されるということになってしまうのか、なんとか打開し、これまでの熊野、いやこれまでの時代とは違った新たな生まれ変わる自分の姿を見せたい、そんな思いはあるでしょう熊野です。一方の小川義成としても50歳、キャリアは31年という、まあ、大ベテランです。年末大晦日も元日1月1日もトレーニングをしたという小川義成です。年末から今日まで休む時なんてありませんでしたよと
そんな風に笑っていた小川でした。今日の試合前です。昔を振り返れば1月1日元日にも大会があった、そんな時代がずっと続いていました。ですから自分の体に年末年始トレーニングをするというのがもう染みついているのかもしれません、そう話していた小川です。まあ、大会こそなくても年末そして年始この辺りはもう休息することもなく体を動かし続け、そして今日という、まあ、幕開けリスタートに体をしっかりと作り込んできたという小川義成です。熊野そして小川この両者で2017年幕を開けましたが、しかしエルボーを食らっておきながらもしっかりと熊野の動きをここは止めに行きます。この両者ですけれども、まあ去年の5月4日の後楽園ホール大会6人タッグではありましたが、この熊野が小川からピンフォール、熊野が小川を抑えてフォール勝ちをするという試合がありました。あの時はタッグ戦だからこそ、今度はこのシングル戦で小川選手を何としても抑え込みたい、そう話していた熊野です。今日果たしてこの小川義成からカウント3つ奪うという瞬間が果たしてやってくるのかどうか。青コーナーに登る熊野、しかし小川もスッと立ち上がります。さあここからレッドリードライブ落とされてしまいます。先月12月もこの両者のシングル戦はありました。12月11日高松大会でした。その試合は8分5秒で、まあ、最後は小川が8分5秒でバックドロップで熊野を破っています。それから年末クリスマス12月25日新宿大会、まあ、これはタッグ戦ではありましたが、それでもやはり小川が熊野を最後は捉えまして足4の字苦悶の表情を浮かべながら最後は、まあ、熊野が耐えることができなかったという中でゴングを聞きました。やはり熊野の前に立ちはだかる小川義成という大きな大きな存在です。ただノア・ザ・リボーン、熊野にとっても生まれ変わる新たなそのステージへと自分を押し上げていくために、この小川という存在を超えなければいけません。その先にはこのノアでノア・ジュニア、その王座をめぐる争いがおそらく見えているでしょう。シングル王座そしてタッグ王座ジュニア2冠となった小峠が早速新たな動きを見せヘビー級転向を宣言しました。空位となったジュニア王座、まず今日はそのジュニア王座決定戦が石森泰治、大原はじめこの両者によって今日は第5試合でチャンピオンが決まります。その戦いの中に割って入る2017年という年にしなければいけませんが、さあここはまた熊野が捕まって今度は腕しぎに行こうかというところ、いやしかしここはロックしている、ここは腕をしっかりと捉えているところ、ヒーロックを仕掛けてこう足がなんとかしてこうサードロープへというところではありますが、わずかにまだ届かないか、なんとか反動を使ってというところですが、今足がかかりました、足がかかってブレイク、かなりこの熊野の左肘、ここはもう一点集中、今立ち上がってこいというジェスチャーを見せる中で、ただこの小川に対してもこれだけ技を食らう時間が長いと熊野としてもかなり体力を奪われていく、それは否めませんが、一つここはミサイルを見舞っておいて形勢をどこかで逆転していきたいというところではありますが、先に立ち上がるか熊野、まさに秒殺だった2年前のこの両者、2015年の幕開け年始めの試合でした。何の因果か同じ巡り合わせ、この両者のシングル戦2017年の幕開け、今度は両の腕ダブルでのチョップ、さあここで呼吸を整えて
今度は技を重ねていけるかどうかというところ。駒野持ち上げる、早いタイミングでのブレインマスター。まずは一旦カバーに行きます。小川はゆっくりカウント2まで休んでおいて2で跳ね返す。ここから熊野がどう、ここはシャーマンズでいくか。いやしかし腕を取る、肩を当てておいて、そしてチンクラッシャー、足を取らせておいて、しかしエンズイギルは変えて、あ、ここは丸め込んでいったのは熊野だ。今度はどうだ、足を取る、足を取る、そして抑え込んでいく、強引に抑え込んでいく、かわして、かわして逆さ抑え込みに行く、逆さ抑え込み、カウントは2。ここは走り込んでいってのエルボー。そしてどうだ、持ち上げておいてピッチャーマンスプレックス、カウントは2。これでもまだ3つは奪えない。先に立ち上がる、バックに回る、そしてあーっと、ここは DDT 返していった、カウント1で返した、熊野1で返した、意地で1で返していった。しかしもう一度 DDT、 ものすごい角度、タイミングはドンピシャリ、しかしまた1で返す。この辺りが去年までとは違うという熊野か。カウンター1で返していく、しかし肩を鉄柵、去年のクリスマスではこの3連発、鉄柱に3連発、肩をぶつけておいてという最後でしたが、さらには3つ目いく、そしてバックドロップを食らってしまった、危ない、バックドロップの体勢にいく、バックドロップ、いやしかしまだいくか、まだいくか、腕を捉える、腕を捉えたまま、さあこれはさらに体を浴びせていく、あー耐えることはできない、耐えることができない、あーそして小川も離さない、小川も離さない、熊野が新たな自分を見せる前に、小川としてもまだまだお前の前に立ちはだかる、俺もこれからと言わんばかりに熊野を捉えて、ゴングが鳴った後もしばらくは話しませんでした。鬼と春日、小川吉田に2017年、選手それぞれが2017年、まさにリボーン、新たなその姿を見せようということになるのか。あーっと小川がさらに熊野へ追い打ち、小川が新たなる小川の姿を、その顔を見せるということになるのか、修羅と化すのか、2017年の小川吉成です。